回の助っ人はこちら。こんにちは。モカちゃんから話は聞いたよ。一緒に最高の趣味を見つけようね。千里先輩、あや先輩、ありがとうございます。みんな、運動用の着替えは持ってきてくれた？ええ、言われた通りちゃんと持ってきたわ。着替えが必要ってことは、今日の体験はスポーツなんですか？ええ、私が紹介したいのはね、ボルダリングなの。ボルダリング？で、あの壁を登るやつですよね。実は私もボルダリングに行くのは今日が初めてなんだ。千里ちゃんは確かレッスンの先生に教えてもらったんだよね。ええ、ボルダリングは体力作りはもちろん、バランス感覚や判断力を鍛えることができるから、トレーニングにはぴったりだって勧めてもらったの。それに続けるために必要不可欠な達成感もしっかりと得られるわ。昨日までは登れなかった壁に登れるようになる。自分の努力や工夫を実感できるボルダリングは趣味にするには最適なはずよ。なるほど、それは確かに癖になるかも。うん、すっごくやりがいがありそう。そう言ってもらえて嬉しいわ。それじゃ早速行きましょう。うん楽しみだな。以上にきつい。登り始めてすぐに腕に力が入らなくなるし、おまけに全然登れなかったよおかえり、あやちゃん、見事な落ちっぷりだったわよ。もう、千里ちゃんの意地悪。確かに予想以上にきつかったわね。だけどその分とてもいいトレーニングになったわ。ですね。これで鍛えれば長時間のライブもバテずにいけそう。そうね、もしかしたら歌の力強さも増すかもしれないわ。ボルダリングって初めてやってみましたけど、こうやってワイワイ感想を言い合ったりできるのも楽しいですね。みんなが一生懸命登ってるところとか、落ちそうになって慌ててるところとか、いい写真もたくさん撮れましたし。あら、それはぜひ見たいわね。面白い写真はだいたいあやちゃんでしょうけど。そんなことないよお、さあや、ボルダリングは結構いい感じ？うん、体動かすのはもともと好きだし、私に合ってるかもなって。ただ問題は実際続けられるかどうかなんだよね。それはそうかもしれないわね。ああ、そっか。こうしてジムに通う必要がある以上、お手軽にというのは難しいでしょうね。そうなんですよね。正直お小遣い的にもちょっと大変かもですし、たまにやるくらいがちょうどいいかなって。確かにそうね。趣味にするならもっと手軽な方が適しているかもしれないけれど、あやちゃん、他に何か思いつくものはある？あやちゃん？え？あ、なに？ごめん、疲れてちょっとぼーっとしてたかも。それじゃあちょっと休憩にしましょうか。私もちょうどいろいろ経験したことを落ち着いて考えたいなと思ってました。賛成。まったくあやちゃんたら。ありがとう、さあやちゃん。それなら近くのカフェにしましょうか。特にパンケーキがすごく美味しいの。パンケーキか、いいですね。なんかお腹鳴っちゃいそう。それじゃ行きましょう。